本日はカップヌードル海鮮コチュジャンチリ味を食べていきたいと思います。韓国風コクと旨味の甘辛スープらしいですね。それでは開けていきますね。やっぱちょっと気になりますね、この甘辛っていうのはまあ新しいと思いますね。韓国風でどうしても激辛だったりするんですけど、まあでも結構辛そうですけどね、中身入れると。まあとりあえずお湯を入れて3分ですね。もうこの時点でチゲのいいお味がしますね。チゲっぽい感じで、コチュジャンチです、チゲですね。あ、なんかすごいですね、プイッと食感、タコ入りボール入りってところで、謎肉の代わりにタコが入ってるんですかね、こちら。海鮮コチュジャンチゲなんで、やっぱタコが必要なんですかね。タコ入りボール、プイッと食感ってところで、これは面白そうですね。海鮮コチュジャンチゲで、辛さは、まあ甘辛といっても3なんですね。まあ3なら全然問題ないですね。まあ、5だと結構どうしても食べるのに時間かかっちゃうんですよね。まあ3でもかかるとは思うんですけど、ちょっとどうなるかってところで。で、韓国料理のコチュジャンチゲをカップヌードル風に、カップヌードル優香にアレンジ。コチュジャンのコクに海鮮の旨味を効かせた濃厚甘辛スープが癖になるっていうところで、結構な大文句ですね。期間限定なんですけど、結構攻めてんじゃないですかね。まあ材料はいつもの即席カップ麺なんで、油揚げ麺が入っててってとこですね。まあこの辺りは定型ですからね、カップヌードルなんで。まあポイントはスープで、まあ豆類が先に来てるの珍しいですね。甘辛なんですね、本当に。で、豚油、粉末味噌、小麦粉、香辛料、でんぷん、粉末醤油、大豆粉末、コチュジャン、イカ粉末、豆板醤、酵母エキス、アサリ調味料、で火薬にキャベツと魚肉ネギ製品、味付け卵、ニラですね。これが卵、タコなんですかね、これ。魚肉ネギ製品なんで、魚肉が多いんですかね。まあ、タコを魚っていうかちょっと怪しいんで、まあ、かまぼこみたいなやつですかね。まあ、一応タコ入りとか入ってるんで、魚肉の中にタコが入ってるんですね。まあ、でもやっぱりタコ 100% じゃないですね、やっぱり。タコ風かまぼこみたいな感じですかね。カニ風卵じゃなくて、かまぼこじゃなくて。ってとこですかね。まあちょっと気になるところですけど。どんな感じですかね、この。海鮮コチュジャンチリ味。韓国風コクと旨味の甘辛スープですからね。そこに何書いてるかは読めないんですけど。まあそんなことが入ってんだと思いますね。コチュジャンチリかわかんないですけど。まあ3分経ったんで食べていきたいと思います。なんか結構辛そうですね、これ。これだけ見ると。大丈夫ですかね。食べれますかね。まあでも3だから大丈夫だと思うんですよね。結構でも、危ない色してますよ、これ。激辛みたいな感じですけどね。まあでも麺はいつものカップヌードルですね、こちら。細麺で、まあこれはこれでもうフォーマットですからね、しょうがないですけど、どうしても安っぽくなっちゃうんですよね。まあこれはこれでいいんですけど、じゃあそれではいただきたいと思います。お、あ、これは本当に結構チゲですね、本当に。海鮮の旨味が凝縮されてますね、チゲのスープに。これはいいですね、結構。辛さもまずまずですね。
これぐらいのは美味しく食べれますね。あんまり辛いと罰ゲームみたいになっちゃうんであれですけど。で、これが噂のタコイボールですかね。いただきますね。まあ、かまぼこっちゃかまぼこですけど、結構弾力のあるかまぼこで、タコの味が結構ついてるんで、面白い味ですね、これ。謎肉の代わりとしては面白いですね。どんどんいっちゃいますよ。これなかなかですね。で、卵ですね。卵は普通ですね。もう美味しいんでいいんですけど。いや、本当にこれ、海鮮って書いてるだけあって、魚介の旨味が詰まってますね。さっきのアサリとかいろいろ入ってるみたいなんで、これは面白いですね。辛さも美味しさを引き立てるちょうどいい辛さなんで、これは結構お気に入りですね。いや、本当適度な辛さで食が進みますね、これは。ちょっと麺がなくなっちゃいました。結構キャベツとか入ってても、これまたいいですね。鍋っぽい感じでですね。ニラとキャベツでいい味出してますね、やっぱり。ちょっとこれしょっぱいですね、結構。気になりますね。でもそれでも 4.2g か。カップ麺では普通ですかね。結構しょっぱめの味ですね、これ。なかなかですね。いや、美味しかったですね、これは。本当に海鮮の味が凝縮されてますね、こちら。まあ、韓国風コクと旨味の甘辛スープですね、本当に。タコイボールも面白かったですね、こちら。なかなか見ない感じだったんですけど、普通に美味しかったですね。まあ、以上、カップヌードルの韓国風コクと旨味の甘辛スープをいただきました。ご視聴ありがとうございました。